NE 式写真伝送装置の送信機 NE 式写真伝送装置の受信機、庭やスジロー4月1日から1975年2月28日は NE 式写真伝送装置を開発した技術者、東京電機大学所大学長、日本の重大発明家の一人として数えられることも、ある。工学博士、三重県松阪市名誉市民、三重県松阪市出身、 1916年に東京帝国大学工科大学電気工学科を卒業後、低新小電気試験書を経て、1924年6月に日本電気に入社する。同年から翌年末にかけ、欧米へ最新の通信技術を学びに視察。1926年2月に学位論文の区計枠巻線林特に、 その誘導係数の計算方法に関する研究で、定大より工学博士を授与される。帰国後、日本電機の研究開発体制の強化を担当して、1927年に技術部長となる。写真伝送の研究に取り組み始め、小林正嗣と共に NE 式写真伝送装置を完成。これは大阪毎日新聞社に採用され、 1928年の昭和天皇の即位大礼の写真伝送に使用された。翌1929年には東京伊東館での長距離無線写真伝送の実験に成功する。1939年には新設の研究所の初代所長に就任し電波探知機などの研究を指揮したが第二次世界大戦後の混乱と経営難で、 研究所は1949年に閉鎖された、同年東京電機大学所大学長に就任。1955年に社団法人テレビジョン学会初大会長に就任。1959年に文化勲章受章。1971年の秋の除訓では、訓一等随法章を受章している。1975年2月28日死去。 十三味が贈られた。ありがとうございます。